父親と和解したくありません。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、今日は北海道道東の阿寒湖からお届けしております。質問いただきました。木蓮の涙さん、48歳男性。カバチャンネルの父親と和解することを勧める動画を見ました。私の父は昔から私のことを認めようとせず見下してきました。父とは長年疎遠となっていて、今更和解したいとは思いませんし、心を開いて話し合ったところで父が私を認めるはずもなく和解できるとも思っていません。父親とは絶対に和解しないといけないのでしょうか。別に必要ないんで和解しなくていいと思います。ただし、父親との遺恨を残した場合において、父親が亡くなった後にほとんどの人はものすごい後悔の念に囚われます。実際囚われてる人たくさん見てるんですけども、死んでしまうともう和解することができませんので、初めていなくなってからですね、あの時もっとこうこうこうしとけばよかったなとか、こういう言葉をかけとけばよかったなとか、何か手紙でもいいので感謝の念だけでも伝えとけばよかったなとか、死んでから思うんですね、人間っていうのは。なので死んでからはもうしてあげたりすることはできませんのでね、それはものすごい後悔となって、逆に言うとものすごいストレスとなってもしかかってくるということですね。逆にその覚悟があるのであれば、別に和解しなくてもいいと思います。めんどくさいし、心理的に大変ですし。ただそれというものがもう和解しなかった場合において、ある種心の傷というかトラウマとなって一生のしかかってくる。それっていうのは無意識レベルでのしかかっているので、実際自分が父親のせいでこんな風になってしまったっていうことを意識することはないのかもしれないですけど、心理学的に見ていくと、やっぱり人の上に立つようになって不正を発揮しなきゃいけなくなった時、あるいは自分が実際に父親となって子供と接する時に、様々な問題、つまりマイナス面となって現れてくるという場合が、メンタル疾患の患者さんを見ているとね、よく起こってくることでございます。和解しないとどうなるかっていうのは、人によってそれは何ともない人ももちろんたくさんいるわけですし、絶対こうなりますよとは言えませんけども、多くの人の場合は後悔する場合が多く、何がしかの精神的な悪影響っていうのが後々になってね、出てくるということはあり得る話ですね。心を開いて話し合ったところで、父が私を認めるはずもなく和解できるとも思っていませんっていうのは完全に間違いであって、だいたい子供と対立してる父親というものは本当は和解したいなというふうに思ってるんですよ。顔に出したり表情に出したり言葉に出すことはないでしょうけども、多くの場合は父親自体もあなたと同じことを思っているはずなのですね。実はもっと子供時代に優しくしてあげればよかったなとか、ここまで厳しく育てなければよかったなとか、いろいろな後悔を持っているわけです。ですから人間というのは大体鏡なので、あなたが思っているようなことと同じようなことも父親が思っているというふうに考えたらいいと思いますね。逆に言うと、ちょっとしたことで和解できたりですね、関係性が戻るということは実はよくあることなんですね。重要なのはあなたが勇気を出して和解するかどうかということだけの話で、父はこうこうこういうものなので絶対和解できませんという考えは、私はちょっと違うんじゃないかなと思いますね。やってみたらいいと思います。失敗していいんですよね。なぜかというと、さっき言ったように和解しようとした努力をしたということがあなたの経験値の中にプラスされますので、あなたが歩み寄ったり父親がそれを拒絶したとしたら、それは完全に父親の責任という形になりますよね。そうすると、さっき言ったように父親が亡くなった後も後悔するってことはないんですよ。自分として精一杯やったのに父親がただ拒絶したという事実が残るわけだから、ああ、やっぱ親父ってひでえやつだったなっていうふうに考えれるので、あなたが何も行動しないで父親が亡くなると、ものすごい大きな後悔を残しますが、あなたがそれなりの行動を起こして父親がそれを 100% 拒絶したんなら、それは後悔というものにならないんですね。だから和解した方がいいというか、和解する努力とか感謝の言葉を手紙にしたためるとか、そんなのでもいいんですけども、あなたの方から多少のですね、この譲歩とか歩み寄りの態度を父親に対して見せるということはものすごくいいことですし、実はそれに対して相手も考え方や態度を変える場合も多いということなので、和解できなくていいんです。和解できなくてもいいんだけど、和解しようとする努力をするかどうかっていうことは、多分あなたの人生において非常に大きな意味というか変化というか、心に対して非常に良い影響を与えますし、それをしないということは、逆に言うと後悔をより深める方に進んでいくということですね。だいたい年取っていくと人間って弱気になってくるし、孤独になっていくことに対して異常な恐怖を持つわけなので、若い頃はそういう態度を取っていたとしても、60歳70歳あるいは80歳の死ぬ間際まで強気な態度を取ることができる父親っていうのは、私は少ないんじゃないかなと思いますので、どっかのタイミングで和解したり、あるいは和解のための歩み寄りということが起きる可能性っていうのは多いのではないかというのが私の考えでございます。精神科医が教えるストレスフリー超大全、ぜひこの本であなたのストレスフリーを実現してください。全国の書店で絶賛発売中。